昨シーズンは、はい、シーズンのもう本当に最後の方でこう1軍2試合出ました、はい、もっと出たかった活躍したかったっていう思いがあったと思うんですよね、はい、それを経ての今シーズン、まずどんなことを目標に今シーズンに入りました？まあ、目標としては、まあ、やっぱ最初はやっぱりスタメンで出れるようにとは思って、はい、まあ、キャンプからやってたんですけど、まあ、今はまあダイソーでっていうのがメインなんですけど、まあ、またその自分の役割をしっかり今はこなしていこうっていうので、まあ、スタメンを狙いつつも今の仕事をとは思ってやってます。で、まあ、今シーズン入りました。開幕一軍の、まあ、切符を使いました、はい、率直にいかがでしたか？ほっとしたというか、うん、まあ、今年1年また一軍にいられるようにとは思って、はいはい、思いました。そうですか、まあ、場所仙台でした、はい、開幕2戦目、はい、盗塁決められました、はい、あの時の感想は率直にいかがでした？いや、もう本当に自分盗塁するのが今の仕事なんですけど、盗塁というか得点、はい、まあ、あの時盗塁 毎回なんですけど、まあ、本当に自分タイムリーでも打ったんじゃないかぐらい結構盗塁決めた時は嬉しいですね。ああ、とにかくもう高いこう成功率を誇ってるんですが、はい、高松さんなりに盗塁するための極意みたいな、はい、なんかポイント、ここ大切にしてますよっていうところを教えてください。自分の中で一番大事なのが、本当に臆病にならずにやっぱり思い切り勇気出してスタートを切るっていうのが一番大事だなとは思いますね。じゃあ行こうって思った時にやっぱりどっかこうあれですか、ちょっとファッてこうよぎるんですか、失敗したらどうしようみたいなのは。まあ、そういうのもやっぱりある時は結構あって、なかなかスタートが切れないっていうのがあるので、それをいかに消していくかっていうのが自分の中で通りを成功するか成功しないかだとは自分では思ってます。ああ、そうですか。あの、だいたいダイソーに行くじゃないですか、まあ、誰か方はヒットとかフォアボールで出ました、そこにダイソーに行くじゃないですか、はい、その時に一塁ベースコーチャーの赤田さんとなんかこう話してたりすることもありますよね。なんか大まかにどんなことを言われてるんですか？一塁行く時にベンチでその平石さんとかに、はい、その行くのか、はい、止まる、その盗塁するのかしないのかって話をするので、それをその一塁行って、あ、平井さんとこんな話しましたなんて言われたみたいな感じで言われるんで、ダイソーでこう出る時のその何でしょう、スケジューリングっていうんですか、準備としては回の間でちょっと動いてっていうのをして、もしその7回に行くなら最後は6回に最高の状態で走れるようにやるって感じですね。では最後にファンへメッセージをお願いします。まあ、まだまだシーズンも長いので、これから成功率も高く盗塁をどんどん決めていきたいと思います。応援お願いします。